こんにちは。こんにちは。小原田水佐です。小原田博美です。イルカの時間です。3月ももう半分過ぎました。そうだね。下旬に入りました。そうだね。上旬、あれ？上旬下旬で。そうだね。で、まあ、今度は3連休があって、その3連休最後、最後にね、は西本先生のね、講演会と、いうことでね、それからその次、その週か、また土曜日だ、ね、スピバーが復活、久々キャンディー系、ということだな、でもうすぐ先行くと今度は小笠原という形ね。そうだね、楽しいことが次々と、そうだね、決まっていますね。そうだね、はい、まあ、西本先生のまだ、参加可能だし。そうですね、なんかね、懇親会からでもいいですかっていうのがちらほらありまして、全然 OK です。そうだな、もちろん講演会だけも OK だし、懇親会だけも OK だし、両方一緒に もちろん大歓迎だし、そうだよね、まあ本当に西本先生は自分が大病してるからな、やっぱそれは、まあ絶対に必要というわけじゃないけれど、やっぱりそういう体験してることは強いよね。だからね、まあ、昨日もちょっとあるお客さんとお話をしていてさ、人生ね、なんかもう楽しくて楽しくて仕方がないっていう人は私のところに来ないわけだよ、でしょ。スイスうまくいっていて、何もない人はうちに来る必要ないわけで、あれと思ったりとかさ、なんでだろうと思ったりする人が、癒しの扉を開けるわけじゃないですか、でそういう話をしてる時にさ、やっぱり今こういろいろ起こってることを何に生かすかだよね。そうだな。私は基本的にはさ、転んでもただでは起きないというタイプでさ、何かを掴んで起きろというわけで、じゃあ昨日いらっしゃった方も、例えば将来なりたい仕事がある、その仕事のためには絶対今のことが必要なんだよ、何もない順風満帆な人生を歩んできた人にはつけない仕事なんだよ。そうだよな、実はね。そう、だから、まあ仕事というかさ、やっぱりどうしたいかっていうことだよな、将来例えば、パイロットになりたいとか野球選手になりたいとか、いろいろいるけどさ、まあじゃあそれを通して何やりたいのっていうことじゃん、なだ野球の手段だからね。そうそうそう、あくまでも手段として考えないとさ、やっぱりその仕事に就くんだっていうことになるとさ、またなんかちょっとね、ズレが出るような気がするんだよ、でもさ、例えばだよ、そのなんか使命感とかさ、そんなのは分からんけども、とにかく野球が好きだから野球選手になりますって言って、楽しく野球をやってる姿であったりとか、ひたむきに野球をやってる姿に誰かが何かを感じてくれることもあるわけでしょ。そうそう、だからその中でまた自分はここだったんだって、その要するに誰かがこう感じてくれることが大事だったんだ、それだったら別に野球選手じゃなくてもいいやって、こういうものもあるやっていうふうな幅の広さっていうかさ、それがないとさ、やっぱこれ絶対何でもこうなるとさ、やっぱりどっかで挫折は必ず来るからね。それもちろんそうだけど、それよりももっと幅広く考えた方がね、楽になってくるね。だから私思うのはさ、まあ終身雇用ってすごくいいことだと思うんだけども、それを終身雇用でずっとこう行ける人は行けばいいけども、やっぱりこう転職こうしてこうしてこうしてっていうのもさ、やっぱりもっと広く認められればいいと思うんだよね。なんか一度こうなんか辞めちゃったらもうダメみたいなさ、なんかそういうのがどっかにやっぱまだ根強くあるんだよね、日本人の中に。まあそう、でも若い人たちはあんまりないかもしれんな。でもそれによってさ、でも例えばだよ、でもまあ就職しなきゃいけないっていう、そうそう、脅迫観念はあるからな。今随分ほら起業しようとかさ、そういう動きも出てきてるけど、若い人で例えば就活に失敗したらもうおしまいだとかさ、そういうのがやっぱりあるわけじゃん。そうだよ、だからまあ、俺なんかはもう本当に、100% 歩合の仕事をずっとさ、フリーでやってきてるわけだから、それはそれ、俺にとってはすごく心地いい、ものなんだよ、なだけどもそういうのがやっぱり嫌な人いるわな。毎月お給料日にお給料がちゃんと入り、毎年ボーナスが年に2回支給されて、で毎年わずかでもこう昇進していくみたいなのが、もう染みついちゃってる、わけですよ普通は、親がサラリーマン、おじいちゃんおばあちゃんもサラリーマンみたいな家系だとね、兄弟もみんなそうとかさ、いるじゃん、こう家族みんなが、お医者さんとか家族みんなが公務員とか、家族みんなが学校の先生とかさ、そういう人からしたらあなたの生き方は全く理解できないと思うよ。そうだよな、そう、別にだからそれで大儲けできるわけでもないし、一体何のメリットあるんだっていうことになるよな。多分そう、だから気が楽なんでね、要するに、やっただけ
ね、お金もらって、うん、ね、まあやりたくないことで やらないでおこうかっていうぐらいの自由もあるわけだしさ、うんうん、でもそれってすごいことだよね、うん、そう思うよ、うん、だって私やっぱりさ結婚してあなたと結婚した時、うん、まあ、まだほら子供がいなくて自分も働いてて、うん、ね、きちんとお給料もらってたから平気だったかもしれないけど、もし結婚と同時に仕事を辞めて、うんうん、まあ、家庭に入るっていう方が今でもあるかどうか分かんないけど、うん、だった時には多分不安だろうね。まあ、あなたの働き方を見てるとさ、それこそ昼間からビールの缶がね、うん、転がってるのを見て衝撃を受けたっていう人だからさ、うんうん、そうだからね、やっぱりね、不安を感じて生きるのと、うん、なんか安心して生きてるのとはね、うん、やっぱりね違うんだよね、その外に対する、印象も違うしね、うんうん、だからいつも不安持って生きてる人よりもなんか余裕持って生きてる人に仕事を回そうかって気もなったりするわけじゃん。そういうこと？そういうのあると思うよ。うん、だから、うん、よく言うよ、タッキー先生も言うんだよ、あの根拠のない自信みたいな。うん、そうだからさ、ね、あの当時はしょっちゅう札幌行ってたよな、うん、どれも行っててさ、うん、あれ留守電だったよね、留守電で、携帯もなかったか、うん、ね、だから、札幌行ってていつまで帰ってきませんとかさ、うん、吹き込んであるわけよ、うん、ね、それ聞いたらさ、うん、ね、どう思うかだよな、うん、こいつはと思うでしょうし、やっぱこんな余裕があるんだったらね、うん、いいよねなんて思いながら仕事回してくれたりするわけだよ。そういうこと、うん、どうか分からんけど、そう、うん、だからね、やっぱりそのなんかキュウキュウとしながらね、気持ちよ、気持ちね、うん、実際の生活は分かんない、大変かもしれないけど、でも同時に気持ちまでもうキュウキュウとしてる人っていうのはね、やっぱそれは伝わっていくからな、うんうんうん、でもなんかあのお金もないけど、なんか余裕持ってきてるなって人はさ、うん、なんか人ね、うん、安心するんだよ。そうかな、うん、こういう変なやつがいるからまだ俺は大丈夫だみたいな、それもあるかもしれないしな。うん、俺のまだマシだと言うかもしれんし、うん、あんなのにあんなに余裕持ってる、あ、うん、これでいいのかなとかさ、うん、まあ、うん、でその受け手の人の立場によって違うね、考え方とか立場とかね、そうだから全部の人にさ認めてもらおうなんて思ってもしかんないわけだし、うん、もちろんもちろん、それ絶対ありえないからね、うん、だから結局はもう人に合わせて生きるんじゃなくって、うん、自分のやりたいようにやってればいいんだよな、それは絶対で必ず認めてくる人いるから、それはある、うん、うん、やっぱ自分軸で生きていかないと厳しいよね。そうそうそう、しんどいよ、もうだって付き合う人付き合う人こう話合わせなくちゃいけないんだから、うん、あんなしんどいことないよ。だからよくね、本当日本のことわざってすごいなと思うけど、うん、やっぱり他人の芝生っていうかさ、うん、所詮そうなわけよ、うん、その他人の芝生を見てるとああなこうなって言ってるもんに、ね、うん、自分の芝生をどうするかってことを考えればいいわけだ。そうそうそう、だからさあの、まあ、この西本先生だけでもさ、うん、あの人もやっぱり、うん、大変な思いしながらさ、うん、な、自分の病気もそうだけど、そこで自分の病気が治った、それを人に伝えるためにさ、うん、まあ、当時の、 あの医療の常識じゃない、うん、世界を語ってきたわけよ、うん、そうするといろんな非難もされた、まだ若かったしな、うんうん、ああ、なので学会の発表とかも難しかったですね。本当にも大変だったと思うよ、うん、でもまあそれ乗り越えてきてからこそ今があるわけでしょ、うんうん、そういうことだと思うね。そうだね、そう、だからその時に彼が迎合してたら、うん、今の彼はないよな。そうだよね、うん、うん、そうだね、うんうん、だそういうこう生き様みたいなものもさ、うん、まあ彼の話を聞きながらさ、うん、学んでね、うん、言ってもらえるとね、うん、うん、これからの時代はね、かなり今までとはもう大きく変わるからね、うん、うん、いやでもさ、やっぱり私も思うもん、まあ、今54歳か今年、うん、で私たちが子供の頃とさ、うん、今とでは全く社会の仕組みも何もかも違ってるわけだよね、うん、ずっと毎日こう同じようにこう生きてきてるからあれかもしれないけど、うん、ふっと時々昔のことを振り返るとさ、こんなにも世の中って変わってるのかって思うもん、うんうん、まあ、自分自身も変わってたと思うよ、もちろんね、物の見方がな、多分ね、うんうん、そうだと思う、だから、うん、もしもあの時の昔の若い時の私があのままここにいたら絶対ボキッと折れてるよね、うん、いやそうだな、うん、だからとにかくあれだから銀行員だからな、その世界しか知らないしさ、そうそう、ある給料もたくさんもらってるしさ、うん、そういう視点しかないわけよ、ないない、で、じゃあそうじゃない人たち理解できるかってできないわけだから、できないね、うん、じゃあ努力が足りないとかさ、うん、能力が足りないとかさ、うん、ね、うんうん、そんな話になるわけだから、かもしれないね、うん、あったかもしれないね、そうだからまあ、あの聞く側としてはさ、うん、何と思うよなそれはな、うん、だからさ、うん、思い通りにならないことがあるということを知る
ことってすごく大事なわけよ、うん、だから私の場合はそれがムチ打ちだったわけよ、うん、自分でコントロールできないわけだ、うん、制御不能なわけだ、うん、だからある意味それは例えば病気、今病気で苦しんでる人も、うん、なかなか自分の思い通りにいかないものが世の中にあるんだということを、うん、ふっとさ理解した時にまた何かが始まるんだよね。そうそう、だからどう付き合うかって。だからさ、例えばお医者さんになりたいと思うね、うん、でもなれないと、うんね、その時はさ、お医者さんっていう、じゃあお医者さんを通して何をやりたいかっていうことにフォーカスしてしまえばさ、うんね、例えば病気で困ってる人を少しでも楽にしてあげたいとかいうのがあればさ、うん、別にお医者さんにならんだっていいわけじゃん。もちろんね。ね、うん、だからそこでこう幅広がってくるんだからさ、うんうん、だからあんまりね一点凝縮してね、うん、これじゃダメだって生きてるのはねしんどさばっかりだな。まああるかもしれないね、うんうん、でもその中で何を掴むかっていうのは人それぞれだからね。そうだな、うん、自分らしくなんか掴んでいきたいですね、はい、そうだね、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。